はい、本日はですね、こちら、ピレネックスのダウンジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、こちら、ピレネックスというね、ここのロゴのやつ、見たことありますか皆さん。このカナダグースじゃないですよ。このピレネックスはこの三角のやつなんだけども、これがね、一番定番のモデルが、アヌシーってモデルなんですよ。で、このアヌシーってモデルが、このジャケットなんですけども、皆さん思うことは分かっております。このカナダグースと何がちゃうねんと、めちゃくちゃ一緒やない。カラーだけちゃうやないかいって思うかもしれないですけど、これ、全く別物なんですよ。全然違うってことで、見た目はそっくりなんやけども、こだわってるところとか、あと性能とかっていうのがね、全く違いますので、まあその辺のお話を今からしていきたいなと思うんですが、まだですね、おいおい、この比較やりたいなと思います。ピレネックスのダウンジャケットっていうダウンジャケット。これフランスですからね。で、次がこれアメリカのノースフェイスっていうこのダウンジャケット。で、次にカナダであるカナダグースっていうダウンジャケット。で、最後またもう一回戻ってきて、アメリカであるウールリッチっていうこのブランド。この4つのダウンコートって何が違うのって、もう見た目全く同じだけど何が違うの、全然違いますので、そんな話はまたするんですけど、まずアヌシのね、この着用をねしていきたいなと思います。ちょっとインナーが黒やったらね、分からへんで絶対連絡コメントいただくと思いますので、ちょっと着替えましょう一旦ね。はい、とまあこんな感じでね、着用してみました。サイズはこちら L サイズで、着用しておりますが、あんまりね、その海外のフランスのブランドやのに、日本のサイズ感とあんま変わりません。だから普段着てはるサイズで全然 OK です。僕普段全部 L サイズなんやけどもね。L サイズでこんな感じで着用しておりますね。まあ、アヌシーっぽいところって言ったら、多分この肩の部分のね、三角のこのワッペンというかロゴやと思うんですけど、そんな感じになってますね。じゃあ、これ何が違うの？今着て、タクソーが着てる状態見た上でもわからんと。全然カナダグースとウールリッチとかこのあたりと何が違うかさっぱりわからへんっていう方もいらっしゃると思うんで、ね、お話ししていきたいなと思いますが、このジャケットっていう、このままブランドですね、このピレネックスっていうブランドっていうのが、実はあの高級ブランドであるモンクレールの下請けもやってたんですね。このモンクレール社、わかりますよね皆さんね。買った人は文句言わへんけど、買ってない人が必ず文句言う。あんなテカテカなやつ俺いるかって絶対文句出てくるんですけど、このモンクレールのダウンを作ってたっていう、もともとは工場なんですよ。だからブランドでも何でもなくて、この工場がモンクレールのダウンジャケットとかを作ってたわけなんですよ。で、じゃあこの工場ってもともと何の工場なんですかって言ったら、ダウンの工場でもあるんやけど、もう一個前に遡ると、この中に入ってるダウンって水鳥ですよね。この水鳥って要食用としてもいけるんですね。だから食用として取られた分の残った羽をダウンにしてるっていう状態なんですけど、だからもともとはフォアグラとか、作るために飼育されてるんですけど、そういう会社ですよ。フォアグラ取ったりとかお肉取ったりとかっていうところして、最後残ったものをダウンジャケットにしてた。で、その時にダウンで使われてたこのモンクレールたちのダウンジャケットが、このピレネックスの会社が作ってたんですよと。で、ピレネックスってなんで名前ついてんのって言うと、まあそれはその山脈の名前がピレネ山脈とかっていうのがあるから、まあそれは一回手を置いときましょう。そんなもんブランドのホームページ見たら全然出てくることやから、僕が言うことじゃないんやけども、そういうことによって日本バージョンで言ったらナンガみたいな感じで、羽毛布団の会社なんですよ。布団の会社、ダウンの会社が作るダウンジャケットっていうことで、もともとこういうのってアウトドアメーカーが作るダウンジャケットじゃないですか。だから外側が強いですね。しっかり側が強いっていうことなんやけども、こっちの方に関してはナンガと同じく中にとにかくこだわってると。で、逆を言うと外がちょっと弱めっていうところあるんですけども、中にとにかくこだわりたい。中って何っていうと、この中に入ってる綿ね。だからダウンの保温力とか軽さとか、こんだけ長いのに軽いんですかってなるんですけど、なんで軽いんですかって言ったら、とにかくこの中の綿がいいからなんですと。それは日本で言うところの何に当たるんですか。そう、ナンガなんですと。で、ナンガはもっと言うと、海外から綿を仕入れてそれを洗浄したりとかしてる会社なんで、一応羽毛布団じゃ羽毛布団やけど、こっちの方がもっと重と、もう飼育もしてるし、採取もしてるし、食用としても出してるし、さらにそれをダウンの加工にもするしっていうことで、もう世界のありとあらゆるところでダウン作ってる一貫の会社って言ったら、おそらくここが上がってくると思うんですよ。もちろんそれはね、飼育するのに得意なとこはポーランドが得意ですよ。洗浄するのに得意なのはフランスとか、あと日本でもね、三重県の方が得意ですよ。服のパターンにするのはどこどこブランドが得意ですよ。みんなあるんやけど、一貫して全部やってるってなってくると、このピレネックスがダウンのいいも悪いも分かった上で作ってるんですよ。だから、こういう風にコートって、特にノースフェイスのこういうのって、めちゃくちゃ頑丈なんやけど、とにかく重いんですよ。これ確か、1.8 キロぐらいあるんですよね。だから言うてみたら鎧みたいな感じ。やけど、このジャケットってめっちゃ軽いんですよ。ちょっと重さ調べてみましょうか。ちょっと重さが書いてませんでしたけどもね、メーカー公式の方で。またちょっと比較するときに測りたいなと思います。ちょっと分かんない、めんどくさいからやめときますけどもね。まあそういったことで、そもそものプロダクトの段階から違う。中から作った状態で最後外に行ってるのか、
外から作った上で中に入ってくるのかっていうところで、より性質とか本物志向の方っていうのは、このピレネックスっていうのはお好きな方が多いんですよ。あ、なるほどなと。同じく見えるんやけども、実はこの中から作ってる会社、もう中の専門プロフェッショナルが作る会社と、洋服ブランドが作るダウンジャケット、あ、確かに違うよねと。だからたまにハイエースとかでもね、車中泊用ってあったりするんだけど、車の会社が作る車中泊モデルっていうのと、インテリア会社が内装入って車中泊にすんのっていうので、全然快適さ違うじゃないですか。そんな感じ。だから本物志向を求める方が非常にこれ多いんですけどね。そういった中の綿が使われてると。で、そういう綿って数値的にどれぐらいあんのっていうと、だいたい700フィルパワー以上のものしか使われないっていうことで、もちろん自分らで管理してるから、いいものを取れるじゃないですか。で、そういうこだわりがあると。で、次の、特徴としては何かっていうとね、ロングコート系の中で最も綺麗めなんですよ。で、なんで綺麗めなんて、一回締めてみたら分かんないけどね。パーって締めていくと、こういう前の部分っていうのがスナップボタンなんですよね。だからボタンっていうのが全く閉めても見えないんですよ。ただ他のジャケット基本的にはこういう風に大きいねボタンがついてたりだとか、そのボタンのカラーがちょっとカラフルになってたりとかすることでよりカジュアルさがあるんやけども、ここのピレネックスのアヌシに関してはもう完全スタイリッシュさに振り切ってるとか、フォーマルの方にグッと振り切ってるんで、そういうスーツとかね着る方っていうのは最もこのピレネックスがおすすめになってくるんじゃないかなと思います。僕は一切スーツ着ませんけどもね、そういう風になってくるんじゃないかなと思います。で、あと着る人のことをねよく考えられてるなって思うのがね、まあ、僕は20着以上ダウンジャケット買ってるからもういっぱいいろいろ知ってるじゃないですか。ほんなら最も考えられてるなって思うのって、消費者目線からすると普段使う時ってもちろんこの袖口が当たるの嫌やなとか、このポケット入れた時どういう角度かなとかってめっちゃ気になるじゃないですか。それがね、このポケットパッて入れた時の中のね生地見てください。唯一これだけちゃうかな、ピレネックスだけねこういうマイクロフリースが使われてるんですよ。だからこの配置の仕方ってね、その手の平の部分じゃなくて手の甲の部分もマイクロフリースが採用されてるので、素手でこうパッて手入れた時もめちゃくちゃふわふわで気持ちいいですよ。こんな配慮されてるのって他のダウンジャケットないですから。だからとにかく見た目とかじゃなくて、ちゃんと性能わかる人、ちゃんと本物志向の方に届くようにっていう風に作られたんやなっていうのがな、いかにもファクトリーブランドらしい、もともと工場から作ったブランドだからファクトリーブランドらしいなっていうことなんですけど、そういう風に作られてると。じゃあお値段いくらなんですかっていうとですね、11万円に消費税、12万1000円ということで、それを高いと思うか安いと思うかなんですけど、僕はっきり言ってこれは結構安いと思います。っていうのも何でか言ってさ、もともとモンクレールとかの綿使ってるってことは綿は一緒ですよねと。あとはまあ外側の生地とかになってくるわけやねんけども、本質だけを知りたいんやったら、確かに店構えはねすごいこっちなんか高級そうな店構えしてるけども、実は出しているお肉は同じなんですよっていう風になったらね、ちゃんと本質見抜ける人がしたら、あ、結構これ割安やなとかね、半額ぐらいでこれ出すんだとめっちゃええやんってなってくるじゃないですか。だから僕個人的には意外とコスパいいダウンジャケットじゃないかなと思います。まあ他にもちょっと今手元になかったんですけどね、ナンガのホワイトレベルとか、あれもね9万円ぐらいのめちゃくちゃコスパいいと思います。安いとは言ってないですよ。コスパはめっちゃいい。あの値段であれ出せんのかって感じだけど、それも、これも同じような感じ。ただしね、デメリットもあるんですよ。で、デメリット何なのかっていうと、一番最初から言ってるみたいに、はいはい仲間いいんですよねと。やけど外なんですよ。で、外が何なのというと、この外の生地ってね、ナイロンっていう生地使われてて、ここにね加工がされてるんですね。だから撥水とか水が来ても弾きますよっていう加工がされてます。あ、そうなんや。それって確かカナダグースにもありましたよね。その通りなんですよ。よく知ってますよね。カナダグースはこれポリエステルやねんけども、ポリの方が本来生地としてはそんな強度ないんですよ。やけど加工がめちゃくちゃしっかりされてるから、めちゃくちゃ頑丈にね張り腰のある生地なんやけども、ピレネックスの方ね、ナイロンやからもっと生地頑丈なんかなと思ったら、結構コットンっぽい風合いというか、これほんまに加工かかってるって言っても強度はないやろうなっていうようなね感じのね、柔らかい感じに仕上がってるんですよ。だからこれはよくね服の専門用語でね、こういうナイロンのことタフタって呼ったりするんやけども、ちょっとドヤ顔でね、うわこのタフタちょっと風合い出してますよねなんて言ったりしたらね、あちょっとツーですねなんて言う話になるんやけども、一般的にはそのタフタなんか全然知らんけどもね、まあ、ナイロンなんですけど、まあ、ナイロンがちょっとこのアウトドアブランドっぽいナイロンっていうよりかはちょっとコットンっぽいナイロンなんで、少し強度は落ちるんじゃないかなと。で、それでいて特に防水性とかもありませんし、防風性っていうのも下がってるので、まあそう考えると意外とこんな見た目してんのに、南極大陸とか極寒地で使うっていうよりかはこうシティ向きというかね、都会とかでスーツに合わせるのにはもうバッチリっていうような感じになってて、見た目だけじゃねよくわからないんですけど、まあ、そういう風なダウンジャケットに仕上がってると。で、だからおすすめの人たちはね、どんな人がおすすめなんですかっていうと、まあやっぱり本物志向の方ですよね。とにかく見えてるところだけじゃなくて、見えてないところまでちゃんと配慮したいっていうことで、
だいたいコンパとかでも3人おったら可愛い子ばっかりみんな行くんやけども、いやいやちゃうと、ちゃんと家庭的なんかどうか見るっていうタイプの人言ってるじゃないですか。そんな感じのよく中身を見てるっていう人にはこれはおすすめなんやけども、まあ、とにかくもう側だけでええのと、もうブランドロゴついたらそれでええねんってなったらね、はい、ノーセスどうぞとかね、はい、カナダグッズどうぞってなってきたりするんやけども、ピレネックスってなるじゃないですか。聞いたことないよってなるんやけども、あ、本物志向の方ですねと、よく分かって2ですねなんて言って、やっぱタフタがちゃいますもんねなんて言ったりしたらね、あの2になってくるんですけども、そういったダウンジャケットになってるんじゃないかなというふうには思います。で、このピレネックスでもね、このロングタイプが一番有名なんやけども、そのショートタイプの、あの、もうちょいテカテカしたやつとかもあったりするんですけどもね、まあ、一旦この定番のやつをね、ご紹介してみたらどうかなということで、今回は購入させていただきました。で、ね、最初言ったみたいに、モンクレールと一緒、モンクレールって確か800フィルパーありましたよね。え、でもピレネックスって700フィルパーとかしかないんですかっていう、まあもちろん数値的な大事なこともあるんですよ。数値として、もう高い方がいいっていうのは当たり前のことなんやけども、これさっきも言ったけどね、どっちかじゃ都会で着る用として僕は考えてるんちゃうかなと思ってるから、無駄に800とか900フィルパーのものを作っちゃうと、多分都会で着れないんですよね。だからそういう部分でいい塩梅で作られてるんちゃうかなっていうふうに思いますので、あくまで数値って目安なんでね、800とか900とかあったりして、みんなね、高い方がええって言うんやけども、そういうことじゃなくて用途によって、やっぱりその数値って変わってくるんでね、何でもかんでも馬力がいい車がええわけじゃないから、そんなもん大阪の一通だらけのとこでね、何十馬力とかやって走っててもね、あ、こいつ生きてんなと、ちょっと残念やなってなるじゃないですか。だからまあ、今回はね、このスーツに合うようなダウンジャケットが仕上がってるんじゃないかなっていうところをご紹介させていただきました。まあ、なのでね、逆に言うと、その外側とかがそんなに大したことないというか、そんなすっごいこだわったやつじゃないので、クリーニングとかはしやすいと思います。クリーニングとか出すときとかで別に、この辺とかってね、ちょっとちゃうとこに出さなあかんとか、ちょっと難しかったりとかするんやけども、これに関しては普通に売られてる外生地とあんま変わらへんから、普通にクリーニング出しちゃってくださいと。その地域にある、おばちゃんが運営してるクリーニング、僕もよく行きますけどもね、そこに入って出して、おばちゃんよろしくお願いしますって言ったらね、あ、〇〇さんね、オッケー、また一週間後来てね、ぐらいな感じで仕上げてくれるので、まあそういう取り扱いもしやすいというかいいところじゃないかなということで、本日はですね、フィレネックスのアヌシを紹介してみたというところなので、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。